山梨学院大学は、山梨県甲府市坂織2-4-5に本部を置く、日本の私立大学である。1962年に設置された。大学の略称は、学院、山学、山学大、山梨学大もしくは異群。山梨学院大学の見学の精神は、本学は、徳を聞いつることを理想とする。などからなる、見学理想をもとに、本学は、 日本文化への深い理解と広い国際的視野を持って、社会に貢献する人間の育成を目指し、豊かな教養と創造力を備えた人格の形成を、図る、となっている。FM 甲府のスタジオがある、クリスタルタワー創立者、小屋新一学長像1946年、小屋新一により、山梨県甲府市桜町に創立された。 山梨実践女子高等学院が前身1948年に現在地に移転し、1951年、山梨高等学院を母体に、山梨学院短期大学を開学し、1953年には、法教科を増設した。1962年に、短期大学法教科を4年生大学に改組し、山梨学院大学として開学した。 学部国際リベラルアーツ学部研究科短期大学付属機関スポーツセンタープラザはコラグビー場ワコサッカー場箱根駅伝極山登りに挑む山梨学院大学の選手萩原智子が在学中に出場したシドニーオリンピックでの活躍が評価されたことによりキャンパス内に新設された屋内プールをシドニー記念水泳場と命名した新旧号館 大学胸バルコニーに立つ方のシンボル、正義の女神像。ローカルガバナンス研究センターは、地元甲府市などの自治体から具体的政策の研究開発の受託のほか、東京都三鷹市や山梨県昭和町議会との提携など、地域公共政策の形成に寄与しており、地域に開かれた教育、研究、文化の創造拠点づくりを積極的に推進している。 山梨学院大学は2001年に英国で日本文化を紹介するジャパン2 0 0 1が開催された時に行われた国際交流と和解の森計画に賛同、協力した経緯から日英グリーン同盟への参加を通じて英国や英国人への理解と共感を深めるための植樹式が催されイングリッシュオークが同大学キャンパス内の21世紀広場に植樹された また、この植樹式には、英国大使館からコリン・ロバーツ政治参事官が参加した。なお、英国の国立記念森林公園内にある和解の森には、同大学から贈られた桜の木が植樹されている。原則毎月1回程度、日曜日朝8時30分から9時に、YBS ラジオで放送されている、イグ山梨学院大学ラジオセミナーは、 四半世紀近く続く一般社会人向け講座で毎回山梨学院大学の教授らが出演し最近の社会情勢などについてそれぞれの専門分野の立場から解説する番組である広報資料、プレスリリースなど一時資料ありがとうございます。